SK テレコムは大韓民国最大の携帯電話事業者。SK グループの中核企業である。本社1984年韓国通信の移動体通信部門として、前身の韓国移動通信が設立。自動車電話事業を開始。1988年に一般向けの携帯電話サービスに進出。 1997年に SK グループの参加に入り、現在の社名に。企業として注目を浴びたのは1996年、CD マワン方式の携帯電話の商用サービスを世界で初めてソウルの西に隣接するインチョン広域市と富川市で開始したこと。その年には、ニューヨーク証券取引所にも上場する。2002年には、 同じ 800MHz の周波数帯で CDMA 方式の事業を行っていた新世紀通信を吸収合併している。また時を同じくして CDMA2000 方式を採用した第3世代携帯電話サービスを開始し、並行してアンツ方式によるサービスも提供し、順調に顧客を増やしている。現在は EVDO と HSDPA による 高速データ通信サービスも提供中である。韓国内の加入者は1800万人を超え、シェアは過半数以上の52%。先行して市場に参入していることに加え、10代、大学生、女性向けなどに細分化された料金プラン、そして、スピード011のキャッチフレーズと有名俳優を、多数、広告に出演させたことで気づいた。 高級なイメージが理由として挙げられる。2001年には一定期間新規加入受付が中止された。しかし携帯電話業界の競争を促進させるため、韓国では2004年に番号ポータビリティ制度が導入。SK テレコムの加入者が1月に現在の電話番号を持ったまま、ライバルの事業者である KT や LG テレコムへ乗り換えることが可能になった。 そのため、今後、シェアが今以上に上がる、可能性は少ない。モンゴルやウズベキスタン、カンボジアで、最初の携帯電話サービス会社の立ち上げに、携わっている。また、子会社の SK テレテックを通じ、自社向け端末の開発や海外への端末輸出も、行ってきたが、こちらは韓国第3の携帯電話機メーカー、パンテックキュリテルに4000億ウォンで、 売却することになった。2008年2月、固定電話、ブロードバンドインターネット接続大手の花ロ通信を1兆900億、ウォンで買収した。2019年4月3日、当初の予定を2日前倒しして、KT、LGU プラスともに、商用 5G 移動通信サービスを開始。2020年6月12日、科学技術情報通信部は、 SK テレコムから申請されていた 2G サービスの廃止について承認した。これにより、011、017番号は2021年6月をもって完全に廃止され、010に統一されることになる。日本の事業者とのつながりは、九州合併した新世紀通信と国際ローミングを行っていた KDDI との関係が一番強いとされる。 現在は NTT ドコモ、ソフトバンクとも W、CDMA サービスで国際ローミングを行っている。なお NTT ドコモとは日本の PDC 方式と韓国の CDMA 方式の両サービスを利用できる端末を開発したりしてきたが、NTT ドコモが2005年末に KTF に出資することになったため、つながりは薄くなったと言える。また、 デジタル移動体放送分野でモバイル放送株式会社と通信衛星を共用している。すでに携帯電話機で DMB を受信できる端末が韓国内では発売されており2005年5月から本放送を開始。すでに7万人を超える顧客を獲得している。スポーツへの講演としては 韓国 e スポーツチームの中で圧倒的なファン層を誇る SK テレコム T1 のスポンサーを務めており、また韓国プロ野球チームの s k ワイバーンズにも自社のブランドロゴを入れている。2011年11月、SK テレコムが運営するアンドロイドアプリマーケットトストアがキープという名前で日本でもオープンした。ありがとうございます。